ただ7年前にちょっと父が急逝してしまった関係で、ちょっと世間様もお騒がせをしてしまったんですけれども、まあ、もちろん生命保険だったりとか、まあいろいろと、まあもちろんキャッシュもあったんですけれども、それを全部使っても相続税納付の金額に、まあ、ジャストで足りなかったんですよ。はい。私も半年ぐらいで会社追い出されてしまったんですけれども、はい、追い出されたっていう。ああ、そうなんですよ。ということで今日は三つ森さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。M&A バンクということで、はいはい、M&A した後とか、状況が変わってる人が出てもらうことが多くて、はい、今の肩書きがよく分かってなくて、はいはい、今って三森さん、どういう肩書きなのかとか何やってるのか、ちょっと簡単に自己紹介して。はい、ありがとうございます。すみません、改めまして、はじめまして、三森と申します。私自身、もともと家業が、大戸屋というですね、定食店を父が創業しておりまして、私が、まあ、生まれた頃はちょっとまだ店舗数少なかったんですけども、まあ、12歳の時に上場もしていてですね、ただ7年前にちょっと父が急逝してしまった関係で、ちょっと世間様もお騒がせをしてしまったんですけれども、まあ、お家騒動みたいな感じで、メディアさんでも取り上げていただいたっていうか、取り上げられてしまったっていうような感じで、まあ、当時ありましたけれども、今現状でいきますと、大手屋の方に、家業の方にも、取締役として今は戻ってやらせていただいているというような状況でして、うん、まあその間にもちょっといろいろといくつか会社を起こしたり、うん、今年もちょっと一社新しく会社を作ったりみたいな、うん、まあところで、まあ私も結構いろいろと、まあ MA っていうところに行くと家業の株式をエグジットしたみたいなっていう経験もあるんですけども、うんうん、まあその辺も含めてちょっと私の結構イレギュラーな経験かもしれないんですが、はい、せっかくの機会をいただいたので、はい、いろいろとお話をできればなというふうに思っている次第でございます。はいはい、お願いします。お願いします。だからもう、激動の人生を歩まれてるなぁと思っていて。はい。そう、今時点でまだ26歳で、はい、振り出しはちょっと銀行の方から大学で行ったんですけども、はい、もう2年ぐらいしたら、家業の方に入ることになりまして、はい。26から、はい、そうです。22、24まで銀行に行って、はい、そこから2年後に父が亡くなったっていうことなので、家業に入ってからですね。24で、大戸屋、なんか今、社員として。あ、そうですね。入りまして。お父様が亡くなられたのは26の時。え、そうですね。はい、26の時。本当に20代でこんな経験をするというかですね。はい。っていうのを夢にも思ってなかったんですけど。ああ。で、結構ね、書籍もね。ああ、ありがとうございます。ちょっとリンクも貼っておくんですけど。あ、すみません。ありがとうございます。書籍でもその辺書かれてたと思うんですけど。やっぱ改めて本人の、こう、見える景色というか、時系列でどういうことがあったのかなって、結局いろんなニュースとかも出てても、はい、まあ断片的だったり、めちゃくちゃ片っぽからだったりするんで、ちょっと中からどう見えてたのかなってお伺いしたくて、はい、まあ、24歳で入った、大戸屋ホールディングスに入ったっていうのはもう将来継ぐから、下からまずは入っていって経験を積んでっていう予定で入ったってことですか？そうですね。まあ、もともと継げとかそういう話は、幼少期の頃から、父から直接っていうのはなかったんですけれども、はい、母がやっぱりその、ちっちゃい時はその父がいる、どこかの店にですね、必ず毎日連れて行ってくれて。お毎日？あ、そうそうですね。はい。はい、なので、ね、うん、自宅でのコミュニケーションという時間よりも、はい、父も厨房に入っておりましたので、はいはいはい、そのお店に行って、で、まあその厨房で料理を作っている背中を、まあ見させてもらったっていう経験は、うん、はい、まあどこのご家業の方もそういうのがあると思うんですけども、はい、はい、ですからまあ最初のところに戻りますと結局、うん、まあそういう背中を見ていたので、まあゆくゆくは継ぐ、あ、まあ方向性で、はい、やっぱり頑張っていきたいな、みたいなっていうような思いが、こう、社会に出てから、芽生えてきたっていうような感じだったかなっていう。あ、就職、銀行に就職してから、その後に就職してから思ったんですか？あ、そうですね。はい。継ぎたいな、というふうに思って。24でなんでじゃあ、まあ、2年間やって、まあ、金融の基礎学んでいくぞ、みたいな感じだったんですか？それとも何かあったんですか？あ、就職活動自体は本当金融だけじゃなくてですね。はい、それこそもう、父の、もう、いろいろ間接的に、こう、いろいろ関われるような仕事で、例えば食品メーカーさんとか、はい、とか、あ、はい、まあ、商社さんも含めてですね。はい、そういう、本当に、まあ、特殊な就活をしてたんですね。はい、で、たまたま一番最初に内定いただいたのが、その、三菱、UFJ 信託金だったんですけども、そちらでちょっとお世話になることになりまして。うん、じゃあもう、継ぐ前提で周辺ビジネスのことも理解しておこうっていうこと？あ、そうですね。まあ、前提っていうのもありましたけど、はい、まあ、前提でなかったとしても、うん、まあ、将来的に非常に父のことを尊敬しておりましたので、はい、何かこう、一緒に、違う会社であったとしてもですね、はい、なんかいろいろと関われたらいいな、っていうのをちょっと考えていたところが。はい。そういう
軸でちょっとその当時振り返ると動いてたなっていうふう、もう10年前ぐらいの話になりますけど、うん、はい。で、入社して何をしてたんですか？まずはもう現場ですね。店長はまだできないので、うん、まずはもう本当に JR ワイツさんと同じように、はいはい、厨房という現場に入って、はい、料理、まあ料理も私ももちろん全部できるんですけども、はい、そういうのをアルバイトさんに怒られながら、いろいろご指導いただいてます、はい。それをどれぐらいやってたんですか？それを、1年ぐらい。はい、で、ただ1年の間にやっぱりその自分の経験を積んできたので、はい、店長、店主という立ち位置で、はい、埼玉のお店だったんですけど、はい、進展を任せてもらうことになってですね。で、そこで店長業務をやっていて、うん、はい、まあ、本当に3ヶ月、4ヶ月したら、はい、急に父から着信が、はい、私の携帯に入ってですね、父からどうしたんだろうと思って、かけ直そうかなと思ったら、母から電話がちょっとかかってきて、はいはい、で、あれどうしたのって、なんか、お父さんが電話かかってきてくれよ、みたいな、って言ったんですけど、ああ、そしたらちょっとなんか体調悪いみたいな。はいはいはい。悪いんだけど、ちょっと私からあれだから、ちょっと聞いてもらえないかな、みたいな。うん。っていうことで、その電話を、母からの電話を切って、うん、すぐ父の方に電話をしたら、ちょっと体調悪いんだよ、ということで、うん、で、たまたま私の父の、年子のお兄さんというか、はい、兄が、おじがですね、はい、消化器外科、やってたんですね、うんうん、でそのうちのところにその、まあ、かかって、うん、実際いろいろ精密検査をしていくと、うん、肺がんということですね、うん、もう脳と、あと肝臓かな確かに、うん、転移もしてたんですけれども、うん、まあ、余命としては、ね、1ヶ月というのでギリギリの、いやいや本当にそうなんですよね、うん、まあ、その情報というのは、うん、やはりもう公の会社だったので、うん、まあ、上場もしてたんでですね、うん、やっぱり公にちょっとしちゃいけないとか、まあ、いろいろと混乱を防ぐためにですね、この情報というのはもう家族と、はい、あとはその、まあ、会社内に行くと親戚の社長とですね、うん、あとはまあ専務という、うん、あとは秘書の方ですね、うん、このもう本当に限定的な方々にしか状況というのは、うん、もうお伝えしてなくてですね、うん、はい、うん、非常にもうどうしていこうかみたいな感じで、はい、はい、もう結果としては1年間割り1年来てくれたんですけども、ただもう当時56、57ぐらいだったんでですね、うん、若い、まさかそんなことになるなんて誰も思っていなかったので、店長がやってたわけじゃないですか、で、まあ電話があってそういうことになって、その後はどう、あ、小森さん自身はどう思った、あ、いや、そこで行くとやはりそのもう現場上がってこいって言って、はい、うん、いろいろちょっと頼みたいことがあるんだよ、はい、これ一番最初に頼まれたのは本当にもう相続のところを、あ、はい、まあ、事業承継、はい、株式のところだったので、うんうん、それをどうやっていこうかみたいなっていうところが非常に、まあ、悩みとしては非常にあってですね、うんうん、で、そこはちょっと幸い本当にこれも偶然だったんですけど、私は弟、先ほど申し上げたように信託銀行で、そうですよね、はい、で、かつ、はい、本店業務というところでリテール営業、個人営業やってたんで、まさに提案してたんですね。そうですか、そうですね。とかですね、いろいろ提案ができる銀行だったんで、何をすればいいのかっていうのが、もう頭の中にパッといろいろプロセスが浮かんでですね、うん、で、それをまあ、一個一個ちょっとできることから、はい、片付けていくというか、クリアしていくっていうような形で、はい、できたので、まあ、比較的スムーズに、うん、いろいろと準備ができたのかなと思ってるんですけど、ね、はい、そのプロセスを、まあまあ、いや、途中はすごい、大混乱あったと思うんですけど、当時想定したプロセスはどうだったんですか？ありがとうございます。まずはその、まあ、財産の目録をやはり、はい、まずはどういう財産内容なのかっていうところを洗い出してみないと、まあ、相続税全体のいわゆる金額がどれぐらいなのかっていうことがわからないので、うん、きちっとその税理士の先生を入れて、いろいろ資産をまあ洗い出して、うん、やはりその上場企業のオーナー様っていくと、大体まあ有価証券が、オーナー株として持たれているものが、まあ、自我評価になってしまう。で、そこに対しての、いわゆる相続税と言いますとですね、やっぱり最高税率がどうしてもかかるぐらいのところであったので、うん、極端に言えば、半分ぐらいが、はい、まあ相続税として、はい、まあ、かかってくるんですけども、うんうん、やっぱその分、大半っていうのも、うちの場合も8割以上は有価証券の評価だったので、うん、いやいや、キャッシュないよと、はい、いうことでですね、うん、で、まあもちろん生命保険だったりとか、まあいろいろと、まあもちろんキャッシュもあったんですけれども、うん、それを全部使っても、相続税納付の金額に、うん、まあ、ジャスト4億円足りなかった。ですよ。はい。もちろん株式を売却すればです、ね、はい、一部でも、その4億円っていう数字は作れるんですけども、うん、ただやっぱりそれがしてしまうと、うん、まあ、経営権
のところと、うん、いろいろとこう、まあ、問題にもなってきますので、うん、まあ、できる限りその、覚悟を手放さないで、うん、できる方法というのを、税理士さんもそうですけども、うん、弁護士さんですとか、うん、あと、まあ、メインバンクさんも、そこにはちょっと話の中で入っていただいて、うん、はい、いろいろスキームの方をちょっと作っていったというような、うん、まあ、感じです。だったんですけど、うん、はい、うん、なるほど。うちの場合はいわゆるその創業者功労金というですね、はい、うん、形で、うん、まあ、もちろん株主総会を通さなきゃいけないっていう、うん、まあ、ってことはもちろんあるんですけれども、はい、一応そこが会社にかけていた生命保険金が大体13億円ぐらい、うん、ございましたので、うん、それをまあ一部原資にさせていただいて、うん、で創業者功労金として、うん、吐き出していただくので、うん、それをまあ受け取らせていただいて、うん、聞いてですね、その4億円というのを、うん、クリアしていこうと、うん、まあこういうまあスキームで、はい、いろいろと準備を生前しかなくなるまでにですね、はい、いろいろ準備できることはしておいてですね、うん、でちょうどまあ、3月決算なので6月が定時総会だったんですけれども、うん、まあ父が亡くなったのがまあ7月末でしてですね、うん、亡くなる前も一回その定時の株主総会っていうのはあったんですが、はい、まあ、そこではちょっと生前が通すっていうことをですね、うん、父がちょっとしなかった。うん、いうことが一つありまして、ただ功労金を出すっていうことではなくて、うん、やっぱりそれに対して、例えばその事業承継を、うん、なんかこうする準備をするとかですね、はい、まあそれ一つこう株主の皆様にも、ステークホルダーの皆様にも、やっぱ一つ見え方、うん、見せ方として、何かこう、やっぱりバーターのものが必要なんじゃないかというのが、ね、まあ顧問弁護士さんや色々と、うん、笠法人さんとかの、まあ、意見になったんですね。なるほど。はい。で、ちょうど私もまだ26だったんですけれども、うん、まあその最後の総会で一応議案上は、はい、常務という会社の序列でいくと会長職、社長職で専務がいたんですけども、そこのまあナンバー4みたいな感じで、うん、まあ私も若かったんですけども、うん、まあ父もそういう状況だったので、うん、まあ同じ名字で長男のですね、はい、息子が、はい、まあ入ることによって、はい、まあある意味ではその、事業承継の準備をしてるんじゃないかという見え方ができるんです、ね、うんうん。そうですね。なので、タイミングとしてはいいんじゃないかみたいなっていう話があってですね。うん、ただ、代表権というのは、まあ、代表取締役会長と社長と、うん、まあ、二人が会社にはいたんですけれども、うん、まあ、その代わりに、やはりその会長の創業者の父のですね、うん、代表権を返上するということが、うん、まあ、一つ、大義名分として必要なんじゃないかというようなこともアドバイスを同時にその受けまして、うん、で、まあ、そこがちょっとやはり、創業者であった父も引っかかったみたいな。結果的にその生前に通しておけば、うん、その功労金を、ね、なくなったら出していただくっていうことがもう一応できるというですね、うん、握ることができたんですけれども、うん、まあ、結果的に言うとそれも全部白紙になってしまってというか、うん、まあ、亡くなって以降にちょっといろいろあった出来事の中でですね、うん、まあ、功労金をもう出せないということで、はい、今言われてしまったので、はい、さてどうしようということですね。功労金出せないっていうのはな、まあ、亡くなってしまったからもう出さないよっていうことですか？ですね、亡くなってからいろいろ出てきたと。はい、いう、まあ、言い方を、まあ、当時の、何でしょう、社内の、まあ、社長もそうなんですけれども、はいはい、当時の、まあ、相談役であった方からも、はい、創業者が残した負の遺産があるんだよと、はい、まあ、いうことで、海外ですとか、はい、あとは今は当たり前ですけど、植物工場というか、はい、水耕栽培のお野菜を農薬みたいな、はいはい、まあ、そういうような投資を結構、まあ、しててですね、はい、で、これをやはりその減損というはい、落とすためにこのお金扱わなきゃいけないんだみたいな保険金ですね、はい、という言い方になってですね、で結果的には、はい、今はそれを出せる状況じゃないということで白紙になってしまったと、うん、まあ要はもう死人に口なしじゃないですけども、うん、まあそうですね、言おうと思えば誰も、はい、取締役会は通ってたんですけども、うんうん、株主総会は通してなくなったんですね、はい、いやー、まあでもね、それをやって、僕には自分の代表権の話も出てきてたし、はい、ところもあって、確かに、ちょっと一個ずつでも何かがずれてたら違う形になってたんだろうなとは思うんですけど、で、結果、その功労金もなく、でも相続税もかかるし、支払えない。はい、じゃあどうしようと。
なると思うんですけど、はい、それはその後どうされたんですか？はい、ありがとうございます。結果的にはですね、やっぱり10ヶ月という期間が、はい、迫っているので、はい、で、いろいろ選択肢はいくつかあったんですね。はい、あるにありましてですね、それこそ株式を、まあ、売却をするっていう方法ももちろんありますし、うん、やはりそういうような状況ではあったので、うん、なかなかその発行体と、まあ、私も半年ぐらいで会社を追い出されてしまったんですけども、はい、さらっとおっしゃいましたけど、追い出されたっていう。ああ、そうです。店長やってました。まあ病気発覚して戻ってきて、まあ、いろいろあって常務にもなりましたと、そこから追い出されるまで何があったんですか？あ、そうです。それからやっぱり社内でいろいろとその、はい、まあ、株式をどうにかして、まあ、売却をさせようという動きが、うん、まあ、いくつかありました。その一つの大きなものは、うん、そのいわゆる功労金が、うん、まあ、出せませんよということで、うん、それ以外にも、まあ、細かなところは、例えば、はい、香港で、私最後海外事業本部長という役職を常務で、はい、いただいたんですけども、うん、亡くなってで、その、まあ、葬儀が終わった翌日に、はい、来月から香港に赴任しろっていう話をですね、はい、当時のまあ社長から突然回されまして、はいはい、で、私としては非常にまあ、チャンスだなっていうふうには当時思ったんですよ。うん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 、ですけれども、やっぱりその日本に残って、まあ、相続のところもありますし、はいはい、まあ、周りの方にも、まあ、こう言われたんだけど、どうかなみたいなって話をしたんですが、はい、そういうことおかしいでしょみたいな、はい、話ですね。はい。明らかに追いやってるというか。そうですね。結果的には、まあ、そういう形で私は半年後に、会社が進むべき方向性っていうのが、まあ、創業者が、うん、まあ、目指していたものと、まあ、かなり違う方向性に、うん、まあ、ベクトルが向いてしまったっていうのが、きっかけだったんですけども、うん、取締役会でですね、はい、辞任届というか、応募その場で出して、その日付で、辞めることになりまして。そうなんですね。はい。で、その時逆に、いやもう俺が創業家なんだから、自分が代表取締役になるんだ、みたいな、そういう考えとかはなかったんですか？いやでもやっぱりそういう根のところはあるんですけれども、はい、ただ当時まだ26歳で、社会人経験としては22からまあ出てますけれども、はい、家業の方に入ったのも24なので、はい、やっぱあまりにも経験がないっていうことと、はい、まあ時間という、まあ、若さというところが、うん、やっぱり社内のその人望というかですね、はい、というところを集められるっていうのも、はい、まあいくらなんでもですね、はい、やっぱり創業家であっても、うん、父は本当にカリスマであったんで、というふうに、うん、まあ私も一社員としてはすごく思うんですけれども、うん、やっぱそれを引き継げるかっていうところでいくと、やっぱりまだそこには時間が必要だっていうのは、うん、これはもう誰もがそう思っていたことだと思いますので、あ、まあ、そういう中で、やっぱりいろいろとその亡くなった後に起きたことっていうのがですね、うん、まあ会社として、うん、創業者の方向性と違ったっていうのが、うん、私は感じたので、うん、客観的に考えたときに、今ここの会社に私がいるっていうことが、やっぱりもう想像できないっていうかですね、うん、はい。ということで、おかげさまで辞めてしまった。なるほど。まあ、辞めた後、あと4ヶ月しかないんですね。うん、はい、でその時に、まあ、いわゆる SNS の、うん、バイトさんのですね、はい、いわゆるバイトテロみたいな、我々の方でも、うん、そういうアルバイトさんのちょっとお障子というか、うん、そのニュースをですね、うん、私はネットのニュースで知りまして、はい、今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って、M&A そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。